会ってよかったですね。まさかあなたが出向いているとは思わなかった。これは心外だな。戦となれば元首は最前線へと乗り出し指揮を取るものと決まっている。今回のような国同士雌雄を決する戦であればなおのことな。そういう決まりがあるってのは逆にありがたかったがね。あなたがいてくれたおかげで助かった。さすがと言うべきなのだろうな。国を治める者の言葉は違うということかの。いやいや、俺は兵の背中を少し押しただけだ。全ては彼女の働きによるもの。女だてらになどというと世の女性に失礼というものだろうな。そりゃもう男性より女性の方がよほどしっかりとしてるもんだからな。何を、お主のようなだらしのない男の子が多すぎるのじゃ。それはごもっともで。あとはフリムダリルをどうするかだが。それは心配するに及ばん。グルグンドあってのフリムダリル、単独では動くまい。そうでもないみたいよ。ラディウス、すぐに準備をしろ。闇の軍勢がすでに動き出している。ジーン、そうそうこちらの思う通りには動いてくれんか。森の声が聞こえました。闇が動いていると。わらわが放った物見からもフリムダリルが動いたと伝令があった。何、フリムダリルまでが動いただと？アルボル、闇の軍勢の数は分かるか？足音から推測して数千ではないようですよ。数で押し切ろうという考えか。しかしなぜそこまでこの戦いにこだわる？素直に引き返せば闇の軍勢のことや二国を疲弊させようとしていたことなど知らぬ存ぜぬで通せるものだ。確かにそれくらいのこと、あのタヌキならやすやすと言ってのけるだろうよ。これ以上の機会を待つ時間がなかったのだ。闇の軍勢を抑えられなかった。いや、自分の力を誇示する必要があったのだ。自分の力は世界を制するほど強大なのだということであるからこそこの戦い勝たねばならん。そうすればしばらくは波風立たず、また三国で仲良くやっていける。仲良くだって？どちらがタヌキなのか。闇の軍勢を相手にするのは俺たちの方が慣れている。奴らは俺たちが引き受ける。遠慮なくそちらは任せるとしよう。その代わりフリムダリルはこちらが引き受ける。グルグンドの兵はいつでも戦えるわ。軍の指揮は頼む。ゴブリンやオークはグルグンド軍に任せて、俺たちは敵の頭を叩く。ならば気をつけなければならないと言うべきでしょう。闇の軍勢の中には強力な魔物がいるらしいですから。強大な力を感じます。ヤマトで戦ったあの守り神のような力を。邪悪な力ではなく純粋な力を。油断をするでないぞ。これまでのものと同じだと考えてはならぬ。だからといって戦わないわけにはいかないものね。闇の軍勢こそ俺たちの本当の敵だ。油断などはしない。全力を持って撃つ。